ントの小話。はいどうもリントです。今日は小話シリーズです。今日は こちらの小話です。過去からの使者。私ね、リアルな世界では一応パソコンを教えるような仕事をしているので、でそのお仕事をしている時に私のお店のところに、問い合わせに来たおじさんがいたんですよ。でこうパソコン気になるのかなみたいな形で見てたので、ちょっとお話を聞きに行ったわけですね。あのお店の前に立ってたので、でどうしましたかって、何かありますかって形で聞くと、ここはなんだって聞いてくるんですよ。なのでパソコン教室ですよって答えたんですね。でするとパソコンってなんだって聞いてくるんですよ。でだからそこにあったノートパソコンを見して、うん、これがパソコンでこの中でいろいろなことができるんですよ。でそのいろいろなことができることを学ぶことができるんですねっていう話をしたら、なんだこれは見たことねえぞ、なんだこんなもん本当見たことねえ、わしゃ未来に来たんかって言い出したのよ。でやばい、この人おかしいのかなって思って、あパソコンはこんなものでって言おうとしたら急に去っていったのよ。で気づいたらもう後ろ姿ってもうファーっていなくなっちゃって、でね本当に怖かったのね。いやマジで意味がわかんないし、怖いなって思ったのもそうなんだけど、もしかしたら本当に過去から来たのかもしれないなとか思っちゃったわけ。そんなことありえないんだけど、え過去から来たのかなって思っちゃうくらいびっくりしたし、もう一つ、もしねスマホ見てたらどう思ったんだろうって不思議に思ったんだよね。なんかね、不思議だった。いやーすごいおじさんもいたもんですね。はい、ってことで以上リントの小話でした。特にオチらしいオチもありませんが、はい以上です。以上リントでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いいたします。あとツイッターもやっておりますので概要欄よりフォローお願いいたします。